ロッドットポーランド航空16便胴体着陸事故とは2011年11月1日に降着装置を進展できなかったボーイング767から 300ER 型機がワルシャワショパン空港に胴体着陸した事故である。登場していた231人に負傷者は出なかった。国家航空機事故調査委員会により航空事故として分類された。事故を起こした。 飛行機はボーイング767から 300ER 登録番号 SPLPC 名称ポズナン製造番号28,656である。1997年5月5日に機体が初めてロット・ポーランド航空に引き渡された。事故当日はニュージャージー州のニューアークリバティ国際空港からワルシャワまでのロット航空の定期国際線として運航していた。 仮調査報告で離陸直後に油圧漏れが発生し、その結果として主光着装置に動力を供給していた油圧作動油がすべて失われたことが判明した。胴体着陸後の飛行機の損傷は非常に広範囲だったため航空会社は修理しないことを選択した。胴機体は最終的に2013年11月に廃棄解体された。 ニューアークリバティ国際空港から飛び立ったロットポーランド航空16便は2011年11月1日セット13時35分にワルシャワショパン空港に到着する予定になっていた。ニューアークから離陸後30分以内に機長は技術的問題点を発見した。集中油圧システムが機能不全に陥っていると表示されていた。 大西洋横断飛行に必要として機体に積まれた大量の燃料を使い果たすためワルシャワへ飛び続けることが決定された。乗客には3時間後に故障のことが伝えられた。ワルシャワ空港に着陸する十数分前にはフラップは作動したが、膠着装置は降りなかった。航空機は通常通りに空港に侵入したが、膠着装置が展開できなかったため着陸を中止した。 767機体で20年間の経験を積んだ30年のベテランパイロットの機長と一等航空士は、ワルシャワの航空管制に油圧システムの故障のため降着装置を下ろすことができないと報告した。機長は1時間以上空港を周回することを決定し、余分な燃料を消費するとともに、着陸に向けて準備する地上の緊急消防隊のために時間を稼いだ。 2機のポーランド空軍海 -16 戦闘機による目視観測では、降着装置がどれも降りていないことが確認された。大体の方法で、降着装置を下げる試みも失敗した。航空機の到着に備えて空港は避難が行われて立ち入り禁止となり、空港周辺の道路は緊急部隊の対処用に閉鎖された。ワルシャワ行きの他の航空機は、クラクフ、カトビツェ、 ポズナン他にダイバートさせられるか、出発地に戻された。乗務員11人を含む、計231人は搭乗していた。セット14時40分、16便は事前に、難燃材を巻かれた33番滑走路への、胴体着陸に成功し、怪我人は誰もいなかった。しかしながら、航空機は重大な損傷を被っていた。搭乗者は、全員90秒以内に避難した。 避難した乗客は、空港施設内で、心理療法士のカウンセリングを受け、医療的な治療が必要な人の数は少なかった。衝突による破片の除去、及び滑走路とエプロンの最終検査を行えるよう、空港は2011年11月3日のセット16時まで閉鎖された。避難後間もなく、ポーランドの国家航空機事故調査委員会のチームが到着し、 膠着装置の代替進展システムを含む多数のシステムを保護する C829 サーキットブレーカーが飛び出ていたことを発見した。代替膠着装置用の C4248 ブレーカーは閉じたままだった。飛行機が滑走路から持ち上げられた後、C829 サーキットブレーカーは閉じられ、そして代替システムを使用して膠着装置が進展された。 航空機は、その後、さらなる調査のためロット航空のメンテナンス格納庫に、牽引された。ポーランド大統領のブロニスワフ・コモロフスキは、着陸に成功した乗組員に感謝して、彼らを、賞賛、11月7日に乗務員や、消防隊の隊長に対して、勲章及び報奨を、授与した。中間報告では、離陸後間もなくに、油圧漏れが発生したことが判明した。漏れは、 中央油圧システムのフレキシブルホースからで、結果として、同システム内のすべての油圧作動油が失われてしまった。この圧力低下は、アイクスによって示され、フライトデータレコーダーによって記録された。その後の調査で、床面で飛び出てしまった、サーキットブレーカーが適切に、フェールオーバーに移行すると、膠着装置を解放するための電気モーターを作動できただろうことが示された。 着陸後にブレーカーがリセットされると、降着装置は正常に進展した。機長と一等航空士の両名は、定期運送用操縦士のライセンスを保有し、彼らの間の飛行時間は2万5000時間を超え、うち1万5000時間以上がボーイング767機体での運航だった。ありがとうございます。